しばしば山水が水墨画のモチーフとなる深山遊国とはほとんど人石未踏のような奥深い自然の地を言う。深山は人里遠く離れた奥深い山、遊国は山奥深くにある静かな谷のい。古代中国で千人が修行したと言われるような人里離れた山中の戦況を意味する。深山旧谷、旧山通国。 旧山遊国なども同義である。深山遊国は、有限な面向きを見せる山岳と渓谷の織りなす、大自然の様を言う一般的に、深く有限な面向きを見せる山岳と渓谷の織りなす、大自然の様を目で、しばしばそのように表現されることがある。日本ではしばしば和歌や句に読まれたり、絵に表されたりするなど、芸術的環境を呼び起こすものとして捉えられることも、多い。 山水が水墨画のモチーフともなる。日本画家の東山海はしばしばそのような風景を描き人気を博した。尺八も深山遊国を表現したものである。環境学では人為的な営みによって維持される里山の大義語として原生地域が残る深山を山岳信仰のような自然崇拝によって保たれてきたことから人文学的に 深山遊国と例えることがある。古代中国では、不老不死の仙人は、深山遊国に住むと言い伝えられ、霞や仙人食と言われる、独自の食料を食べているとされる。放牧師などの古典には、詳細に記述されているが、それらは、戦争、戦火と呼ばれる、戦機の強い山野草果物などの植物が主体である。具体的には、大箱、セリ、赤座、 雪の下、滑り比喩、箱辺、正日、くるみ、寒武道、腰か、暮れないななどが知られている。ありがとうございます。